エレキベース科講師の佐々木義信と言います。私の教室では、ベースを始めたばかりの初心者の方から、上級者の方までレッスンを行っております。ベースはですね、地味な楽器だと思われがちなんですけども、そんなことはなくて、アンサンブルの中ではですねすごい重要な役割を担う楽器でもありますし、工夫次第では、ピアノとかギターのようにメロディーとかコードを奏でることもできる楽器で、でまあ、ドラムのようにですね派手な演奏をすることもできる楽器になっております。ベースに少しでも興味があって、習いに行こうかどうか悩んでいる方、もしくは練習に行き詰まってですね悩んでいる方がいらっしゃいましたら、体験レッスンの方もやってますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。ベースは、実際に弾いてみるとですねすごく奥が深くて、すごい魅力的な楽器だと思いますので、その魅力をですね皆さんと一緒に探していければいいのかなと思っております。では体験レッスンの方でお待ちしております。